目まぐるしき出会いと別れの本流を覗き見る者ども、キャスラが掲げるは人の人による人のための幸福、甘美なる響き。されどそれは人の定義が一応なれば。次回、慟哭、顕現。神は死んだ、しかして新たなる神が生まれ落ちた。